はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。まもなく5時ですね。なんかまったりしすぎてですね、さっきビールまた飲んでしまいました。今日4缶目、もう日曜日ですからね。なんかふわっとしてますけど、はい。で今日は何の日かいなと思ってこう調べていたらですね、なんと1943年、昭和で言えば18年の今日ですね、連合艦隊司令長官山本五十六大将ですかね、今日時点でお亡くなりになって元帥になられたようですけども、がですね、ラバウルからですねブーゲンビル島に、まあ、激励に行く途中でですね、アメリカ空軍の P38 だったと思いますけどもね、騒動の悪魔と言われている戦闘機群の待ち伏せにあってですね、あえなく撃墜をされたと。で今日お亡くなりになったという日でございます。遺体はですね回収されましてですね、日本に戻ってきて国葬になりましたね。山本五十六長官でございます。山本五十六さんというのは五十六56って書くんで、皆さん一度や二度はそういう字面をご覧になったことありますけども、あったことがあると思いますけど、56歳のお父様からお生まれになった、方でして、山本家というのはですね、越後長岡藩の家老職の家でございます。越後長岡藩といえば河合杉之助という人がいましてですね、司馬太郎の峠という小説でもう随分メジャーになりましたけども、まあ、名物家老でございます。河合杉之助がですね、幕末戊辰戦争の時にスイスのように中立を目指すんやというところが聞き入れられずにですね、北越戦争という凄惨なですね戦争になりましてですね、河合杉之助が大活躍をします。それに反対した教授してですね、官軍側につこうぜと言ったのがどうも山本家らしいんですけども、山本五十六さんという方は実は山本家には養子に入ってまして、元が高野家という、まあ、越後長岡藩の士族のお家の大物になって、お父様が56歳の時に生まれた、まあ、末っ子と言っていいでしょうね。でお兄さんがいらっしゃいましてね、非常に優秀なお兄さんだったそうなんですけども、多分年齢的にはですね10いくつ離れたんで溶接されます。溶接されてですね、高野のお父様が非常にこう落胆をされて、で五十六が生まれてきた時、お前の代わりに兄が生きていたらなと言われたそうでございます。五十六さんはそういう境遇の中で生まれてですね、育ってですね、当時の海軍兵学校に入られたんですね。で今もそうですけど、エリート主義でしてですね、海軍兵学校っていうのはハンモックナンバーっていうのはございます。まあハンモック寝てるんですけど、士官学校が今海軍兵学校の生徒はですね、その卒業した時に何番かっていうのがハンモックナンバーって言われるんですね。もちろん山本それから1番なんですけど、それのハンモックナンバーによってその後の出世が全部決まるという、まあ、1945年にですね、帝国海軍がなくなるまでそういう制度が続いておりました。まあ、それがええか悪いかは別にしまして、山本五十六氏がですね、海軍兵学校を卒業した頃はですね、日露戦争のちょい前でございます。まだ高野という名前でございまして、高野少尉という、まあ、あれですね、海軍兵学校卒の若い士官として戦艦三笠に乗り込んでですね、日本海海戦をに、まあ、経験するわけですけど、そこで、まあ、三笠戦闘ですからね、日本海軍の当時の連合艦隊のもう激しい砲撃を受けましてですね、山本五十六氏指を欠落しましてですね、左手やったかな、この真ん中に2本の指がなかったと、その時負傷しましてですね、三笠の艦上で負傷しましてなかったというふうに言われていますけども、まあまあその後ですね、順調にこう半目ナンバー1番の出世を遂げましてですね、中アメリカの日本大使館付きの駐在部下になったりもしますね。
で、まあ、日本海軍のエースとして順調にですね、出世を遂げまして、これが航空なんていうか、第一次世界大戦に飛行機が初めて戦争に登場しましてですね、その後、これからは飛行機やというんでですね、航空畑といいますか、対艦巨砲主義でなく、航空主義という、まあ、飛行機の運用に熱心な人でございました。で、それが連合艦隊司令長官になったもんですから、一気にですね、その、もう戦艦武蔵とかヤマとか言うてんちゃうでと、あれ空母作ろう空母というので、どんどん空母を作っていったというふうな海軍の方針変更を指導した人でございました。で、1941年ですね、日本とアメリカの日米交渉が非常に難航を極めていた時にですね、もしかしたらこれは戦わなあかんかもしれないと、その時にですね、どうしたらええねんという、まあ、議論が起こりますね。で、山本五十六長官はですね、ハワイ、パールハーバーを先制攻撃をしようと。そこでですね、アメリカの太平洋艦隊をぶっ潰してですね、アメリカ人の士気を弱めてしまおうと、そこでそのままその講和条約を結べばいいじゃないかというふうに考えます。まあ、それを実行するんですけども、山本長官の思惑とは違ってですね、アメリカ人は激高しましてですね、リメンバーパールハーバーと、必ずこの復讐をするというふうに燃えてしまいました。まあ、アメリカのことをよく知ってたと言われてる山本長官ですけども、ちょっとそこは見誤ったかなというふうに言われています。彼の有名な言葉で、誰かがですね、そんなアメリカと戦ってお前勝てんのかって言ったら、半年や一年は暴れに暴れてみせますって言ったらしいですね。実際その通りになりました。開戦半年後にミッドウェー海戦っていうのがございましてですね、ここで日本は航空母艦4隻を失ってしまいます。で、その後ですね、ガダルカダルっていうソロモン諸島ですね、ニューギニアのちょっと向こうにあるソロモン諸島というところのガダルカダル島っていうところで反撃を食いましてですね、1942年にですね、ガダルカダル島に敵のっていうか、まあ、アメリカ軍の海兵隊が上陸しまして、そこからソロモンの戦いっていうのが始まるんですけど、これが消耗戦になります。要は制空権を得るためにお互いにどんどん飛行機を投入してですね、戦うんですけども、まあ、アメリカはいくらでも補給できるわけですね。で、どのところ日本はもう補給はできないわけであって、やっぱりこう負けかけてきたというのは1947年の、まあ、4月ですね。で、山本長官はそこで頑張るわけですけども、よう考えるとね、戦略的にそれはあんまり上手な戦い方ではなかったと思いますね。アメリカ相手に消耗戦について日本が勝てるわけがないんですよ。でも、まあ、山本長官はそれを指揮をしてですね、ブーゲンビル島というところにですね、視察に行くという途中でですね、敵に暗号を読まれます。アメリカ軍に暗号を読まれて、海軍の暗号はバレてました。実は戦争始める前からバレています。バレていましてですね、解読されていましてですね、長官が飛んでくるということで、アメリカ軍はよっしゃ、これをどうするかって考えます。撃墜することは可能であると。その時アメリカの人たちが考えた、何を考えたかというと、山本長官を亡き者にするのは可能であるけども、山本長官を亡き者にしてその後でもっと優秀なやつができたら困るんやけど、どうなんやということをですね、検討した結果、それはなかろうということになりました。なかろうということになって、よし、行ってしまえということで、山本長官機は撃墜されて、1947の今日お亡くなりになったということになっています。多分そうでしょうね。まあ、長官亡き後ですね、豊田さんという方がですね、この海軍大将豊田さんという方が連合艦隊司令長官になるんですけども、まあ、その後はもう負け続けと言ってもいいでしょうね。で、山本長官が何が優れていたかっていうのは、まあ、ハワイ先制奇襲っていうのが優れていたんですけど、その後はですね、あんまりその、どう言いましょうね、上手に戦ったというふうには思いにくいところはありますね。非常に人気があります。
でものすごい人格者ですね。私がいろいろな本を読みましたけど、カッパブックスですね、父山本五十六という本がありまして、山本長官の長男さんだったかながお書きになった、もうこれはね読むと涙が出ますよ。当時連合艦隊司令部は広島にありましてですね、広島に山本長官の家もあったんですけども、いよいよ出撃と、1941年にもう出撃となるときに、彼はみんなでご飯食べようというふうにしてですね、病床にあった奥様のところにこう膳を運ばせてみんなでご飯を食べるというシーンがあるんですけど、それで、みんなでにこやかにご飯を食べた後、彼は、まあ、その、行くわけですね。その、パールハーバーに行け、その後、一度も帰ってこられなかったっていうですね。そこから、まあ、約2年間ですけども、一度も帰ってこれなかった。で、今日亡くなりになって。で、お子さんたち、何人かいらっしゃるようですけど、皆さん立派に、その、カッパブックスを書かれたのはですね、長男さんで、陸軍士官学校は海軍兵学校にいるときに終戦になってですね、そのままその後東大に行かれてですね、大きな三菱だったかどっかの大きな会社に行かれて重役になって、そのまま引退をされた。もう今生きてらっしゃるかどうか分かりませんけども、あれは涙が出ましたね、本当に。あ、山本長官っていうのはこういう方やったんやというふうに思いました。ベストセラーになりますね、その本は。私の実家がですね、京都の京大のそばの古本屋でございまして、その本いっぱいありましたよ。いっぱいありましたけども、読んだんはね、もうどう、私がもう成人して家を出た後に何かで見つけてですね、その本読む、なんかね、そのティーンエイジャーの私が読むにはちょっとね、こう涙もろいというか、その辛気臭い感じがしたんですね。もっと異性のいいもんよりの読みたかったもんですから、若い時は。30ぐらいで読んだんじゃないですかね。なんかこんな本あったなと思って、まあ多分ブックオフかなんかで買ってきたんでしょうけど、読んで本当にあれは、この本は確かにベストセラーになるわと思いましたね。山本、父山本五十六っていうタイトルだったと思います。カッパブックスで今でも多分出てると思いますし、アマゾンでも買えると思いますけど、その山本五十六長官がですね、ラバウルからですね、一式立行という海軍の飛行機なんですけども、これがね、ライターって言われてるんですね、アメリカ側の。羽のところまで燃料を入れるんですよ。その航続距離を伸ばすために。羽根のところに燃料を入れてるとね、そこに被弾すると一気に燃えてしまうんですよ。だからライターと呼ばれていました。それに乗ってですね、ブンゲンビルトに行く途中に今日撃墜されてお亡くなりになったという日だそうでございます。はい、ちょっと思い出してしまいました。どうもありがとうございます。